阿武隈地方は、福島県須賀川市を中心に、周辺地域を対象として観光されている、日韓地域市。戦前から地域市が複数観光されていた須賀川町で、戦後いち早く1946年2月11日に、創刊された地域市が阿武隈地方である。母体となったのは、後に、 須賀川商工会議所へと発展した商工業者の団体須賀川経済振興会であった。プランゲ文庫に残された1949年までは週2回間で発行されていた。1947年1月11日には豆タイムスが創刊され、やがて日韓化した漁師は、その後も長く地元の地域指導士として競争を続け、現在まで存続している。 アブクマ時報は1970年にオフセット印刷を導入した。1990年には新社屋を建てて臨転機を更新し、半径をそれまでのタブロイド版からブランケット版に大型化した。さらに1994年には氏名がアブクマ時報と改められた。2014年にはマスコットキャラクターとしてアブくん、アブ子ちゃんを誕生させた。 配達対象地域は発行拠点であり、有観として配布される須賀川市を中心に翌朝に配布される鏡石長、天栄村にも及んでいる。須賀川市は、ふるさとの大勢の返礼品の一つとして、郵送による、阿武隈地方1ヶ月分の定期購読を用意しているが、これは、豆タイムスも同様である。ありがとうございます。